ちゃんです。今日は人参、葉付きの人参を買ったんですよ。今洗いましたけど、葉っぱがついてるやつ、ちっちゃいやつだから、この葉っぱは茹でて乾燥しとこうと思うんです。これがそうなんだけど、粉砕しといた。ちょっと臭みってパセリみたいな、パセリほどじゃないんだけどあるから、シチューに入れたりとか、サラダに振りかけたりとか、いろいろすればいいから。私あんまりね、買い物に出ないから、こういう乾燥物をよく作っとくんです。これは大根葉だね、まだ粉砕してないやつ、ただ干しただけ。この葉っぱ茹でます。ピクルスなんだけど、今日はねしっかり物になろうと思って、私材料ちゃんと作ってみた。ピクルス本当はねキュウリがいいんだけど、でもいいじゃん、またキュウリもやるわ。こんぐらい人参があるとするじゃないですか。塩ちょっと入れて、皮も剥きゃいいけど、いいわ茹でるだけ。これもちょっとお酢で茹でます。葉っぱを茹でておきます。うち柿酢しかないんです。だから全部柿酢使う。酢をねちょびっと入れて茹でる。そんなに茹でちゃだめ、スッとくぐらせる程度だけど、まだこれはこれとして、材料を作っとこう。まず酢を1カップ入れましょう。お水煮る人もいるんだよね。私は水入れたくないのよ。1カップって200でしょ。200だと足りないのよ。本当は酢だけで作りたいんだけど、どうしよう。少し水入れるか。これじゃ足りんもん。これが全部浸るわけないじゃん。とりあえず酢を1カップ入れたら、砂糖を半カップぐらい入れる。それから塩大さじ1まで入れます。あ、なってきた。先にこっちやる。ちょっとでくぐらせるだけ。熱っ！カメラばっかり見てたら。次はこれで酢を煮るわけ。まず酢を1カップとお砂糖半カップ、これ入れた。あ、ダメじゃんこれ。でもこれじゃ足りんからね、お湯を少し入れた方がいいか、酢を入れるかだな。でもちょっとお水で煮るか。100入れよ。半カップだけ水入れてみよう。酢だけの方がいいんだよ本当はね。でも酢だけだとパスなりすぎるし、それで煮るよ。でお塩まだ入れてないけど、ローリエと鷹の爪1本、塩大さじ1で、それでこれを煮立てる。でこの人参を拭きます。これはこれで煮とこう。人参を拭いとこう。手で触っちゃいけない。いけないなら触るなよ。手とか触るとね、よくない、持ちが悪いから。よく水気を拭いとこう。一応グラッチョになったでしょ。一回バーッと拭かそう。これが入る容器がいるんだよ。それをなんかで熱湯消毒しとくか、アルコール消毒しとくか。これグラグラしたからいいよ。これで冷ますでしょ。熱湯消毒とかアルコール消毒をしたつもりしてくださいね皆さん。これでグラグラちゃんはできたでしょ。これで入ると思うから入れよ。入るよきっと。君ならできる。 Yes we can じゃない、 Yes I can じゃない、 Yes you can か。手で触っちゃダメなんだから、どうにかキュッと入るよ。でこれ熱いから冷ましたいけど、冷めたつもりってわけにいかないかしら。はい、ではこの人参の葉っぱを小さくしておきましょう。それで干しましょう。とはい、切ります。なんで大丈夫、後でまた粉に、粉まではしないで、あまり粉にすると歯ごたえがないから、ちょっとするから。でもこうやってた方が乾燥はしやすい。乾燥するときはそのままやった方が良かった。こうしとこう。こんなにあってもね、ちょっとになるんだよ乾燥したら。葉っぱ付きの人参を見つけたら、ぜひ葉っぱは乾燥させといてください。もういいかこれ、ちょっといや、熱いことはちょっと冷ますか。冷めたので入れますよ。でね、全部入らねえやっぱりね。どうしたもん。もうちょっとお水足すか、もうちょっと酢入れようか。あんまり酸っぱくなりすぎても嫌だなと思うんだけど、足りんよなこの中。もうちょっとブツがあればいいんだけど、わからんけど。これ入れたのよさっきのやつを。そしたら頭が出るわけ、こんだけだから。お湯を煮て入れてもいいんだけど、急遽お酢とローリエとかをちょっと入れた。そして煮たから、これが冷めたらまたこの上まで入れます。それでおしまい。ピクルスと人参の葉っぱ乾燥させますよ。とできます。これここまで全部入れるけど、作りました。これもまた入れるから
というわけです。この酢また足してこれ入れときます。頭のてっぺんまでやっときたいじゃないです。空いてるとこがあるのは、あ、また人参買って入れようか。これまだ入るもんね、人参。これ人参もちょっと買って入れるわ。全部頭まで入った方がいいから。大根です。人参の葉っぱを茹でて今から干します。それから人参のピクルス、これ持つからね、いろいろサンドイッチ入れたりサラダとかね、いろいろいいよ。ピクルスの続き、これがどうなったか。2ヶ月ぐらい経ってる。味見てみますよ。結局キュウリ作ろうと思ってる間に安いキュウリなかったから作らなかった。人参1本切ってみます。あけび、秋っぽいでしょ。皮天ぷらとかいろいろするといいんだって。やってみようと思って道の駅に売ってた。私取ってこなかった。で、中は中で食べていいのよね。パカンと開くんじゃない。食べたことはあるんだけど、よく食べ方知らない。でもやってみようと思って買ってみた。まず切ってみるよ。食べてみます。ちょうどいい。お水を 100cc 足したじゃないですか。そんなに酸っぱくないし、甘みもいいし、かなり傑作。ちょっと硬いからちょっとお湯入れた方が良かったかも。私硬くてもいいけど。あ、すごい葉っぱも作ったでしょ。こういう風にいろいろあるんだけど、匂い嗅げばわかる。あ、これは大根だな。これは菊芋干したやつ。ごめんね、干し物。あ、これだ。あ、これ人参。こんなちょびっとな。これは大根の葉っぱだね。まだほうれん草とかもあったんだけど、まあいいや。こうなった。葉っぱと人参のピクルス。あんまりやるとこぼれそう。ぜひ皆さんも作ってください。この葉っぱはシチューとか、最近英会話やってるからうるさいよって言ってシチューだったら忘れたけど、ピクルスは作っとくと便利ですよ。安いお野菜ある時にガバッと買って乾燥しといたりとか、菊芋もこれから出るでしょ。そうしたら乾燥しとけば、このまま水で戻してサラダにしてもいいし、煮物にしてもいいし、煮物に役立つ。そういう意味ではこれも乾燥しとけばいい。あ、割れそうな。割れたら天ぷらで食べて、いろいろ煮物とかできるね。まあそういうわけです。人参のピクルスでした。またね。またやりますよ、いろいろ。次はね、くるみの。くるみは今取りに行かなきゃ。今でしょうだよね。できてるんだわ。もう落ちてるよ。まあいいや。では皆さん、またね。もしこの動画が良かったと思ったら、チャンネル登録とか高評価ボタンもよろしく。